はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですが、こちら現在ゲトーになっているんですけど、ゲトーに大型アップデートが来ましたと。まあゲトーといえば、まあ呪術廻戦のね、まあ最新刊でもまあ出てきた、まあ内容は言いませんけど、まあ出てきたんですが、なんとですね、あそこにも見えるね、新、キャラ光竜ですね。はい、光竜とかムカデとか、あとアイズですね。我らがアイズ、はい、マナコですけど。マナコの、呪霊も登場したんですよ、実は。このように、先にちょっと説明だけさせていただくと、このようにね、普通に、ムカデですね、これ。はい、ムカデが出てくるようになりましたと。で、まあ、そんなに強くはない。まあ、進捗何もしてないと強いですけど、体力60。で、光竜に関しては、こちら体力200と、すごい強いです。防御も35と、かなり高くて、マナコこと合図は、150と。まあ普通に強いですね。普通に強い呪霊だと思うんですけど、今回、このゲトー、呪霊がこういう感じでバンバン出てくるようになった理由なんですけど、ゲトーがなんと、呪霊の玉あるじゃないですか。それに、玉に変換することができて、その玉を飲み込んで、その呪霊を操ることができると、いう能力が出ましたと。で、さらにこちらですね、ゲトーが、プレイヤーのタイプ選択のところに現れました。ということで、ゲトーになりたいと思います。はい。まあ、ゲトーになるとですね、このように、呪霊槍術がゲットできますので、まあ、一応ちょっと、着るだけ、まあ、いいか、着なくてよかったね。で、この今、呪霊槍術なんですけど、今これクリエイティブなんで、呪霊の玉に、変える技以外にもこちら、呪霊槍術、ムカデ、そして、呪霊槍術、マナコこと、アイズ、はい。こちら、アイズですね。こちら、さらに、呪霊槍術、光竜だよね。ゲトーが、まあ、詳しくは、まあ、あまりちょっとネタバレあれですけど、ゲトーが、まあ、2年生時に、使っていたっていうのが、この光竜なんですよね。はい。こちら、光竜。まあ、もちろん知ってる、見てわかる通り、めっちゃ強いです。この光竜を、まあ、扱うことができる。多分、ついてくるんじゃないかな。このように、ついてくるようになります。かなり強い、技になると思うんですけど。で、シフト右クリックで、まあ、戻すことができますと。まあ、ちょっと今これ、技を変えないと、こうか。ちょっと待って、待って、おいで、光竜くん、帰っておいで。光竜くん、勝手にどこ行かないの、光竜くん、ちょっと、光竜くん言うこと聞きません。助けてください。なんですけど、あ、OK、OK、消えた。よかった、よかった、よかった。はい。このように、使えるんですが、これは現在、クリエイティブな、だから、だけであって、本来はこれしか使えません。ゲトー最初。はい。呪霊を玉に変える、技なんですけど、こちら、クリエイティブで例えばやるとして、クリエイティブだと多分一発かな。このように、はい。呪霊を玉にすることができますと。はい。呪霊、ムカデって書いてあると思うんですけど、はい。で、これを飲むと、はい。進捗が達成されて、ムカデの呪霊を達成したということで、ムカデの呪霊は1体になったって書いてあるんだけど、これ多分ね、出せる数なのかな？なんか、食べるごとに、これ、2体になったってなるんですよ。なんかこれはサバイバルでもしかしたら、飲む、で、ムカデ1回撃ったら、でもなんか、何体でも、ほら、3体になった、4体になった、5体になったってあるんですよ。威力かなんか変わるのかもしれない。それもちょっと後で見るとして、これをすることによって進捗。はい。こちらですね。ムカデ、ムカデの呪霊、ムカデの呪霊を取り込む。そうすると、まあ、ムカデっていう技が打てるようになりますと。で、さらにこちら、マナコの呪霊を取り込む。そして、交流を取り込むと。で、これ今、クリエイティブだから多分、ノーダメージというか、この状態で、こうできるんだろうけど、多分、サバイバルになると、ある程度弱らせないといけないんじゃないかな。ちょっとやってみましょう、とりあえず。今多分でも勝てないよな、正直。まあまあ、やってみようか。いきます。はい、サバイバルモードですね。この状況で、来てる。ダメですね。これは、弱らせないとダメみたいですね。弱らせないとダメなんですね。危ないです！助けてください！助けてください！なんか、何体もいるか。待て、あ、痛い！これさ、あ、待って、これそうね、無人島なんだけど、これ、待って、ゲトー、これ、ムカデとかさ、ゲットするまでめっちゃ大変なんじゃない？
はい、ということで、今進捗をすべて達成させた状態にしてあります。だからかなり強いですね。この状況で、まあ、進捗は達成してあるんだけど、弱らせない状態で仲間にすることができるのかっていうのもちょっとやってみたいですね。これで、ほら！あ、できる！あー、できるのか？今できたよね。で、マナコですね。マナコも攻撃してくる。で、これを、ほら！よーし、捕まえることができる。あ、これ、ゲトウの技を使えば、もしかしたら、こうやって、すぐ、たまんできるんじゃないか。交流。交流は？いった。ちょ、待って。いた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 。待て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 。仲間になれ！ほら！くそ！仲間にならない！仲間になってくれ。バカ仲間と。バカ仲間だ！よーし！このように。え、でもなんかこれ、普通弱らせて、みたいな感じで、聞いたんだけどな。まあまあ、でもとりあえず、これで、食べることができるんだけど、でも1個食べればもういいんだよね、多分。これマナコ使ってで、もう1回マナコ使って使えるもんね。別にマナコを何個も食べたところで1体になった、2体になった、3体になった、4体になった、5体になったところで何かしら変わるのか。マナコ、なんか火力かなんかが上がってんのかな。だからこの光竜とか絶対強いと思う。いて、花見、花見くん、花見くん、どっかにいるよ。あれ、花見くん、ん、この中にいるのかな。ん、花見くん、花見くん、どん、ん、なんか今花見くんの技が出てきた気がするんだけど、気のせいかな。あれ、許さないよ。花見くんどこかな。あは、花見くん、君は絶対僕がぶち殺す。あれ、いない、助けて。よし、それじゃあちょ、せっかくなんでハードコアでゲトをやってみましょう。いや、ちょっと緊張するな。でもゲトウがどれぐらいサバイバルに向いてるのかっていうのを、もちろんゲトウで100日サバイバルもね、やりたいと思ってるので、問題はどうやって交流ゲットするかなんだよな。交流に近づけるかどうかっていうのまず怖いんだけど、ゲトウ、はい、こちらですね。で、技がまだこれしかないんよね。他は選択できないと。え、君をさ、ムカデちゃんいる。あー、もう来てる来てる来てる。どうしよう。いや、ほら、仲間にできません。仲間なんでできない。おかしい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 。無理無理無理。ちょっと待って、これ他仲間にできないのね。助けてください。ダメだ。待て、きつすぎないですか。これちょっときつすぎません、このゲトウでサバイバルって。ちょっと待って、最初、いや、でも今のはいきなりちょっとサギリ山に出てきてしまったからなだけであって、こういう平原だったらそんな簡単にムカデは出てきませんよということでしょう。大丈夫です。今のはちょっと運が悪すぎた。その前に、なんだろう、剣とか装備、鉄装備とかゲットしてムカデをある程度弱らせてからこれを使えばいいだけです。多分大丈夫。そう、それなだけだから、ちょ、慎重に行こう。マナコだ。いや、マナコは勝てんでしょう。いや、ムカデじゃないと多分勝てない。まだ無理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 。ムカデいないの、全然見つからないんだけど、誰か助けてください。もうずーっと歩き回ってるんだけどさ、ムカデがさっきいなくなってから出てきてないんですよ。いや、マナコは勝てんすべさ。いや、ムカデ、まずムカデよ、ムカデ、ムカデ。ダメ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 。ここで妥協するな。ムカデを探せ。ちょっと待って、びっくりするから、本当にこれびっくりするからやめて。ちょっと。ねえ、なんか、産屋敷邸とかすごい出るんだよね。ちょっと今ね、これ、鬼滅の刃モッドも一緒に入ってるんですよ。ちょっと余計になんかすごい重いんだよな。うおーおーおー、ちょっと待って、うまい。待って、そんな弾になっ、よっと、倒せる、倒せるか、倒してない、倒してねえな、倒してないね、うん、そんなこ、そんな一気に、そんな一気に来るのはやめてください。一回逃げろ、一回逃げろ、一回逃げろ。大丈夫、まだ落ち着け、落ち着け、落ち着け、落ち着いて、落ち着いて、飯置く。早い、うまい。どうせ、だ、だ、
どうだどうだだだダメかな。あー助けて。そんな一気に来なくても、そんな一気に来るのはダメですよ。ダメだ。はっ、どうだどうどう、まだダメ、まだダメなの、まだ仲間できないの、どんな気を割らせないといけないの、助けて。危ない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 。うまい、よーし。あ、はめてんじゃない、これ登れないんじゃない、この子もしかして。え、いなくなった、なんで。あー来た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 。Hello everyone、 どうしたのかな。あー悔しいね、届かないね。あれ、僕も攻撃できない、なんで攻撃できないの、痛い。よしよし、倒した。で、これで今、よーし、できたー。倒しても出るんだ。でも意外とムカでいけるわ、意外とムカでいけるってのは分かった。この2体3体がちょっと、これそこが、ここがようわからんけど、よーし、強さとかだとありがたいんだけどね。はい、ムカデと。いやー、なんで私も今ダメージ受けてんの、当たらない。よし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 、これでマナコとかもこうやってゲットすることができると。あ、でも最初鬼畜って思ったけど、意外とあれですね、そのムカデは意外と倒せるということが分かったので、その剣とかでもね。だからムカデさえ倒しちゃえば、あとはこのように、あ、さよならだね、ムカデくん、レッツゴー。あら、意外と、よし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 。はい、ということで、まあ、今回はこのように、まあサバイバルでもかなり言うね、強い、ムカデ、まあでも今後ちょっとね、アイズとかを倒していかないといけないんですけど、まあこういう感じでちょっとゲト、今あれ真人が領域展開打ったね。まあゲトもこのように、あのサバイバルモードとかでも使えますので、ぜひ皆さんやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで、じゃあお疲れ様でした。あれ、あ、じゃあ、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 バイバイ。